天ぷら元吉の元吉和人です。今日は天ぷらの揚げ方を詳しくお伝えしていきたいと思います。それではエビの頭を外して殻を剥いていきますね。まずは左手で頭を、目の部分を少し押さえます。頭を下げて、ここの間に人差し指を入れて前に突き上げる。そこをすると背バタが出るので、それを指で挟んで抜いてあげます。そうしましたら、今度は足の付け根を親指で外してあげます。これをアクが回らないように氷水につけます。エビを一旦取り出しまして、今度はエビの尻尾を斜めに切っていきます。ちょうどこの角の部分とこの間に空気が入っているので、これを切り込みを入れて抜いていきます。そうしましたら、また氷水に戻します。氷水に入れておきますと、エビの殻が剥きやすくなるので、この状態で5分ほど剥きます。今度は殻を剥いていきます。エビの殻は全部でここに6つあります。6つ節がありますので、まず1枚、2枚、3枚、3枚目で剥いてあげます。で、残り3枚あるんですけれども、一応2枚だけ残りは残しておきます。こういう状態でいきます。そうしましたら、このエビを今度は塩水で洗っていきます。この周りについているアクみたいなものを少し流してあげまして、あとはここからしばらく寝かせますので、この塩分を少し中に入れてあげます。このまま2分置きます。そうしましたら、2分経ちましたら、リードペーパーの上にエビを並べて、余計な水気を拭き取ってあげます。こういう感じですね。水気を拭き取ってあげて、で、お皿の上にリードペーパーを2つ折りにしたものを引きまして、この上に並べてあげます。それでこれを挟んであげます。挟んだ状態でラップをしまして、余計な空気に触れないようにしてもらいまして、このまま冷蔵庫で寝かせます。左の方が、まだ寝かせていない状態のエビですね。すごく身も透き通っている状態で、こちらが一晩寝かせてます。今日は、10時間ほど寝かせたエビですね。そうしますと、身の色が少し白多くなってきまして、あと、繊維が壊れるので少し身の質感も変わってきます。しっとりとしてきます。こっちは逆に締めたてですので、ちょっと身がプリプリっとした感じがします。そうしましたら、今度はエビに目を入れて、今度はエビをのすという作業をします。このまま揚げてしまうと、エビは繊維があるのでギュッと丸まってしまって、しんの字みたいになっちゃうんですけど、この繊維を切ってあげることによって、よく見るエビのまっすぐしたエビの天ぷらになりますので、その作業をしていきます。だいたい3箇所ですね。細い線があるので、その線に沿って目を入れていきます。一番上の部分にまず半分ぐらいです。で、真ん中にもう1本、最後尾っぽに近いところもう1本に入れます。目を入れていくのはエビのお腹側ですね、に目を入れていきます。だいたい半分ぐらいで3箇所です。こんな感じですね。そうしましたら、今度はちょっとこれをのすっていう作業をします。まず、左手に持っていただきまして、腹側を上ですね、持ってもらって、上からこう三角を作る感じで、この上に手をやります。で、両サイドからちょっと潰してあげるイメージです。この切り込みの上に指を当てまして、下に曲げた。その時にブチブチっと音がしますので、そうするとこうちょっと曲がりますね。ちょっと指をずらして、次の目のところに指をやって、下にポキッと当てます。で、もう一箇所です。これで完成です。そうするとちょうど太さが一緒になりますので、そうすると火の加減も同じように入ってきます。下に下げた時に
右に曲がったり左に曲がったりする場合があるので、その時には繊維が均等に切れていないので、もう一度伸ばしてあげてください。伸ばした時にまっすぐ下にダランとなるような感じ、これが一応エビがちゃんと乗せてるよっていう証拠になります。それでは今度は衣を作っていきます。まずはお水です。中性水、ここに、まずは卵黄です。あとは全卵、あと炭酸水、これをかき混ぜます。そうしましたらボウルに、少しこれを取っておきます。後からまたお水を足したり細かいことをしていくので、少しこれは予備で置いておきます。今度は小麦粉を中に入れていきます。一番大切なのはもう混ぜ方です。一番最初にじゃあ粉を400ドバッと入れたもので混ぜたもの、あとは最初に200を入れて後から200を入れて、同じ分量でも出来上がってくるものは全然別のものになります。まず、小麦粉、薄力粉ですね、これをまずふるって冷凍庫で冷やしてあります。2日ほど冷やしたものですね。なぜ冷やすといいかっていうと、小麦粉の中の水分を、固めて飛ばしてあげることが必要です。そうするとサラサラに小麦粉はなりますので、この中で、溶けやすくなるので、あんまり混ぜなくても良くなっています。こういう、ご家庭には なければ味噌こしでも結構です。なければザルでも結構です。それで一回粉をふるいながらここで混ぜてあげます。はい、じゃあまずやってみましょう。ここでふるってあげます。ここにちょっと山になるので一回入れてかき混ぜます。ですので天ぷらは練るのではなくて溶くというイメージです。で、あと一般家庭でよくやりがちなのが、よく混ぜすぎちゃいけないよっていうので粉をバサッと入れてざっくり混ぜて終わっちゃうんですね。そうすると水粉水粉みたいになっちゃうと天ぷらを揚げた時に衣はつかなくなっちゃいます。衣がつくのはやっぱ小麦粉が固まって衣として成立するので、まず一番最初に薄いベースというものを作っていきます。もう1回ぐらい入れてあげましてかき回します。これ天ぷら用の太い箸、これはマーカーの意味もあるので、これで衣の硬さがどれぐらいかなっていうのを一応見ます。これぐらいの感じです。一応これでベースが完成でございます。で、出来上がったベースは一旦違うボウルに移してあげます。ちょっとついて落ちるぐらい、1秒ぐらいで落ちる感じですね。これが一応ベースです。この上に今度は膜を作っていってあげます。この上にまた粉を振るってあげまして、ベースの上にエスプレッソコーヒーみたいに一膜作ってあげます。ここがサラサラして、この辺はもう少し膜がある薄い氷ですね。はい、それでは、実際に揚げていきます。今回は、衣を薄め、衣濃いめ、あとは普通、この3種類を一応揚げ分けていきます。それによって随分衣の表情も変わってきたり、エビの質感も変わってくるので、これを一つのベースとして覚えていただけたらいいと思います。まずは薄めの時の、ここのマーカーの感じですね。これぐらいです。ベースそのままの感じですね。じゃあまずは、薄めのものから揚げていきます。エビに打ち粉というのをしていきます。こうすることによって、衣がつきやすくなります。こんな感じです。大切なのはもう衣をつけるときにはここから油に入れるまでで決まってしまいます。なのでここからは一瞬のスピードでいきます。いきますね。で、だいたいここはプクプク言ってきます。こうなると中までだいぶ火が入りましたよっていう合図です。そしたら揚げていきます。そ
それで、こういうのが、ちょっと手間なんですけれども、1個ずつ作るときに粉を調整してあげてください。ここでちゃんとチェックをする、温度チェックですね。これで今190度ぐらいです。普通です。で粉をつけまして、あとはここでもう一回つけてあげます。いきます。で先ほどよりも衣がついているので火が入るのが少しゆっくりになります。結局エビの周りに衣がコーティングされているので熱の伝わりが少し遅くなります。で先ほどの薄い衣は T シャツみたいな感じですね。今度長袖を着るのでちょっとやっぱり寒さとかが軽減されてきます。はい、あります。はい、今度は濃い衣ですね。これも同じ温度帯です。で衣をつけてあげまして入れます。今度この時のポイントとしては、入れてからのの字に巻いて引っ掛けてあげるイメージです。一回だけ上げますね。のの字で上げるとこんなつきます。このままスッと上げるとこんな感じです。これをこの濃いところを引っ掛けてあげて捕まえていきます。捕まえたらすぐに入れる、そのまま衣ごと中に持っていく感じですね。いきます。でここに衣を上から散らしてあげます。より衣を厚くしてあげる作業です。衣自体もおかずになりますので、しっかりとつけてあげた方が良いものもあります。で先ほどのが長袖、今度はダウンを着てるような感じですね。より中に火が入るのが遅くなります。でその分蒸される効果がアップするので、身の質感はしっとりと上がってきます。こんな感じですね。先ほどよりも衣がついている。衣が薄い状態のものは身がキュッと締まるような感じ、中間ですと衣と中がちょうどいいバランスの感じ、分厚くすると、衣はしっかりして中は蒸されてしっとりとした感じ、これが衣の厚さの特徴です。